定番ワールドグランプリ2016スーパーフェザー級世界最強決定トーナメント準決勝第1試合を行います。169センチ60キロ日本ケーブンチームチームドラゴン浦部弘隆現スーパーフェザー級チャンピオン浦部弘隆準決勝の舞台へ。武田は166センチ 59.9 キログラム日本トライハードチームタイガー浦部弘隆に対しトーナメントで敗れたらベルトを返上してくれ要求を突きつけましたタイガーそれ自らがそれをやってのけるか今抱擁していたのは浦部弘隆です。浦部弘隆のセコンドリは今前川翔がつきます。今ほとんど目を合わせることもなくスッと背中を向けて自陣青コーナーに戻りました。さあいよいよ準決勝第1試合が始まります。放送席には雅人さん関根勤さんそして中村匠海さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。関根さんいよいよ準決勝ラウンド1初対決ですよ。そうですね。うわいきなり来た弘隆です。大きくですまさかどう見てますかこの試合。いやどういやすごい楽しみなんですよね。どういう試合をするかな。もう一度です。1回戦はサウスポーで構えていた浦部弘隆です。今度は相手が逃したタイガー。1回戦タイガーはエルナンデスを下しています。エルナンデスにもうマウントをさせました。一方の浦部弘隆はうわすごいどうだすごいですね。あとは弘隆さんまあこれもタイガーが勝ち上がっていなかったらある程度見越してつけた部分もあるんじゃないですかね。普段そんなにあそこもついてる印象ないんで、はい、ということはいることによってタイガーがまあ待ったと実際戦ってるっていう部分でいろんなこうアドバイスとかそういうところも岡田選手からできると思うので関根さん、はい、気になりますよね。でもあの小谷選手サウスポーじゃないですか。そうですね。サウスポーに対しての苦手意識はないでしょうね。きっと多分ないでしょうね。子供の頃からサウスポーをずっと練習してそうだ。なるほど。ハイキック。今入りました。どうだ。入った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 。56キロで戦っていたタイガでした。しかしその56キロトーナメントの決勝でタケルに敗れ、まあ、それが転機になって一つ階級を上げてきました。60キロ身も心も筋金入りの60キロとなった赤いグローブタイガです。そして青いグローブは現この階級60キロスーパーフェザーのチャンピオン浦部弘隆。ローキックもっとスピードでタイガ選手が圧倒するかと思ったんですけどそうでもないですね。2分間右の方ですかね。関根さん、はい、まあ、そしてこの
黒箱選手の弟の高野選手が、高野選手が決勝で日本代表を争ったのが実は大河でしたよね。そうですよね、決勝で負けたんですよ、弟が、そうなんですよ。なんだかすごい中村さん、複雑なこう因果関係、因果がありますね。セコンダー、セコンダー、パンチ見えやらないですかね。あ、再生しながら、ラウンド2。さあ、第2ラウンドが始まります。1ラウンドは赤いグローブのタイガが飛び込んで右のフックで一つダウンを取っています。まあ、その時ヒュータクが何かしようとして一瞬噛んだ瞬間かもしれません。左だ、すごい、すごいですね。大谷選手はね、追い込まれてから強いですよ。ただいま青森大谷選手、大谷選手、高校中学生、すごい精神力ですけどね。大谷選手の戦もそうでした。弟のベルトを奪った時もそうでした。近いぞ、しかしこの飛び込みが、踏み込みが早い。すげえよ、トリック柔らかい上半身であの指定を受け、飛び込んだ、ブレイン。くしくもこの両者というのは兄弟系の選手が兄弟ですね。兄弟が本当に子供の頃からやってますよね。タイガのセコンドには兄ヒロヤがついています。そしてこのヒロヤのセコンドには弟がつくことで、リタイ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 
挑んだこのトーナメント1回戦、運命を下しています。ローキック、これね、広高選手も左のジャブ出したんですよね。左のジャブが当たるとまた違うんですよね。ジャッジ友武30対27赤タイガ3ポイント差し上げます。ジャッジ芹沢30対27赤タイガ、ジャッジ永瀬30対26赤タイガ、判定3対0をもちまして勝者赤コーナータイガ。日本代表タイガが現世界王者浦部宏隆をも食らって、この結果勝ちましたタイガ選手が決勝戦進出となります。さあ、まさか1人は30対26の選手対象、ね、もうスピードで圧倒しましたね、タイガ選手。いやでも本当に強いですね。さあ、その夢である世界の頂点へタイガ、